どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、カラクリデッキ、マイフェイバリットデッキ紹介していきたいと思います。カラクリなんですけれども、星8のですね、ブレイド来ましたね。あいつがいることによってかなり動きやすくなりました。さあ、安定のですね、2、3セットからです。こいつはね、戦闘とかで破壊された場合に、戦闘ですね、戦闘で破壊された場合にサーチじゃなくてリクルートになるんですよね。それが強くて、デッキからフィールドにカラクリを特殊召喚することができるんですよ。さあ、殴ってきました。このタイミングで、タイミング逃しません。2サム効果でこうやって2サムを出してきます。2サムから2サムもいけるんだよね。それが強いわ。で、ここは相手リクルート入れたくないから殴ってこないです。じゃあまずここで普通に星4の、チューナー、カラクリのチューナー出していきます。で、この後シンクロ召喚、カラクリ大将軍ブレイド出していきます。ブレイドはですね、シンクロ召喚に成功した時にデッキからカラクリと名の付いたモンスター1体を特殊召喚できます。まずここで出してくるのはこいつ、ニーニーシになります。で、ニーニーシはさっき今僕召喚券使ったんですけど、ニーニーシがいる限り、こいつがいるとですね、通常召喚とは別にもう一度カラクリモンスターを召喚できるんですよ。ここでもうこいつ出すんだけど、このままだったら星5になっちゃいますよね。で、ここでレベル上昇発動、レベル上昇を使って、ここイナシチのですね、分のレベルを上げていきます。星5にしました。で、星に星5になりますね。で、このままシンクロする前にまずイナシチ召喚に成功した時にデッキからですね、好きなカラクリカードを1枚手札に加えることができます。で、僕は白い粉、いや、カラクリ粉を取ってきます。からのシンクロ召喚、ここでカラクリ将軍ブレイを出していきます。ブレイの効果でも、ブレイもこうやって召喚に成功した時に1体カラクリ出すことができます。ブレイドもブレイもどちらもできます。で、さらにブレイはですね、1ターンに1度このフィールド全てのモンスターの表示形式を1体ですね、変更できます。ここ 2,3 ムの表示形式を変更していきましょう。ここで変わったことによって、表示形式が変わったことによって、このブレイドの効果発動です。こいつはですね、自分フィールド上の表側表示のカラクリがですね、表示形式変更された時に自分のデッキからカードワンドローできます。これで生物をドローしていきます。そしてバトル、まずブレイで攻撃、そしてブレイドで攻撃、このタイミングで助けるとね、守られてしまいます。しかし全く問題ない、2、3で攻撃、ここでダメ捨てにカラクリコを使います。カラクリコはですね、自分フィールド上の攻撃表示のカラクリモンスター2体を選択します。その2体選択して1体は守備表示にする、1体はその守備表示にしたカラクリの攻撃力分、攻撃力がアップします。今回はブレイドを守備にして、ブレイド分の攻撃力を上げました。1400の攻撃力プラス2800は4200、さらに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 生物をめぐる戦いを発動。こいつでブレイドを除外して相手の攻撃力を2800下げる、つまり攻撃力はゼロ、4200のダメージ。これがニューカラクリです。ではランクもやっていきましょう。それではやっていきます。相手昇格戦、30枚、何デッキだ。あ、ハンドいいよ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 、このハンドこのハンドこのハンド、こういうの、こういうのがいいよ、こういうのが。モンスセット OK。 いや、やめてその伏せ。まあ、狡猾はないやろ、30枚デッキやで、ね、狡猾はない。なんか、あ、光ってる。ってこと多分あれあんま怖くないわ。まずニニシ召喚で、ここでカリカラクリクラってよいしょ。で、ここの表示形式を変更するんですが、変更しながらニニシ取ってきて、で、この後によいしょ、あ、ちょっと順番間違えたね、ごめん、ちょっと今順番めっちゃ間違えた。イナシチ召喚先、こっちだわ。うわ、ミスった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 。あっちゃぱー、アチャパーとか言わねえな普通に先ピュッピュッって言って、そっからこれ使った方が良かったさ、ごめんなさい。で、この後にレベル上昇発動、こいつ自身のレベルをこうやって上げていきましょう。そして俺はニニシに、イナシチにニニシをチューニング、2つの刃が重なりしとき、天地怒号の響きとなるシンクロ召喚レベル8、
カラクリ大将軍ブレイド、さらにブレイド効果発動で、もうこれいらんかったねごめんなさい。こいつ即召喚、そしてバトルだ。まずブレイドで殴ります。ブレイドで攻撃。あれなんだろうね。あ、ハリムシか。これ何だ何だ何だ。あ、ジェムナイト系。おー、石落ちた。はい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 。これね、無駄無駄無駄。ダメしていいっすか。カラクリコ発動。こいつの表示形式を変更して、こいつ自身の攻撃力をアップする。さらにワンドロー対戦ありがとうございました。このワンドロー強くね。ではやっていきましょう。さあ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 、これなんですけど、どうしよっかな。まあとりあえずイナシチ召喚でこれかな。カリカラクリクラ取ってきて、でブラフ1枚捨ててターンエンド、これでいいでしょう。まあね、変になんかやっても、あー、まあカラクリコ取ってきてっていうのもありやったんやけど。おっと、レモンマジシャンがあるか。これちょっとめんどくさいですね。お、殴ってくる。こいつは殴ら、カラクリって全員殴られた時って表示形式変わるか守備表示になるかどっちかなんだよね。でドロー。おう、カラクリコいいね。じゃあ強気初敵ハリケーンさらにこいつ出して、でカリカラクリクラ発動で、こいつの形式変えながら、取ってくるのはまあこっちかな。こっち取ってきますか。でまずスキル発動、レベル上昇で、こいつのレベルをよいしょこうやって上げてからの二にし出して、でここでよいしょ、イナシチに二にしをチューニング。二つの刃が重なりしとき、天地怒号の響きとなる。シンクロ召喚レベル8、カラクリ大将軍ブレイド、さらにブレイド効果発動。ここは2サムを取ってきましょう。まあ、表示形式変わんないんですけどね、ここから。まあ、こうやって横に出していくことできる。で、さらにこいつモンスター効果嫌なんですよ。そうなった場合は、よいしょ、2サムに2にしをチューニング。かつて恐れられた太古の兵器を時空を超えて今ここに現れん。シンクロ召喚レベル7、デストロイサムライ。そしてカードをセット。そしてバトル。デストロイサムライが攻撃するとき、相手はモンスター効果を使うことができない。さらにカラクリ大将軍ブレイドで攻撃。対戦ありがとうございました。こんな感じでカラクリはめちゃくちゃシンクロがしやすい、シンクロテーマなんですよね。で、リンクスでは、でさらにこいつデストロイサムライが入ったことによって星7めっちゃ作りやすいんやけれども、こういう風にモンスター効果が強力な相手たちも封殺できるようになりました。ここなんもないのか。打点仕読みで動くのがいっちゃん丸そうな気はするんですが、とりあえずですね、ここはカードセットのターンエンドでいきましょう。でここに対して殴ってきてもらえると、次二西とかになることができるんですよね。うわ、足メタファイズか、めんどくせえなそれ。でここ切って、あーでもまあこれは大丈夫、これ大丈夫。あー、やばい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 、これメタファイズディメンションじゃねえ感があるよね。うわ、メタファイズディメンション感があるよ。あ、ダイタロス落ちる。ワンキル取れないとしんどいんだが、オーフディメンションかなあれ。これディメンションかどうか。え、ディメンションじゃない。え、やった。え、何して、やったやった、なんかええ、やった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 、ディメンション除外された。うわーいえ、これもう回収できんくね。え、やった、うわーい。え、なんだこれ、
ちょっとワンキル取ろうぜ。ワンキル取ろうぜ。なんだこれは。セットしてなんかラグあるか 見るか。ラグねえな。 あるわ。めっちゃあったわ。狂気症的ハリケーン。狡猾はやめて。ちょ、やめろやめろ。カナディアとかでやってくれ。カナディアとか。ハリケーン戻ったー。よし、カリカラクリクラ発動。こいつの形式を変えつつニニシにして、でニニシ召喚で、あーしょうがないね。よし、スキル発動、レベル上昇。まずこいつ自身の攻撃力、レベルをこんだけ上げます。さらにイナシチを召喚、イナシチ効果発動で、ここもうワンキル取りに行きましょう。粉を取ってきます。さらに俺はイナシチに、これいろいろできるんだけど、イナシチに、ごめん、ニニシにイナシチをチューニング。幾多の歴戦を重ねし将軍よ、今こそこの地に舞い降りろ。シンクロ召喚レベル7、からくり将軍ブレイ。さらにブレイの効果発動。こいつサイザンを取ってきて、でここで二三無にサイザンをチューニング。二つの刃が重なりしとき、天地怒号の響きとなる。シンクロ召喚レベル8、からくり大将軍ブレイド。さらにブレイド効果発動。ニサムを取ってきましょう。でよいしょ、ブレイ効果でここ表示形式変えて、ワンドロー表示形式変わったことによってね、イエス、カードをセットだ。そしてバトルだ。ニサムで攻撃、なんもない、イエス。さらにからくり大将軍ブレイドで攻撃、ダメしていいすか。おーいおーいおーい、3000ポイントオーバーくれー。おーい対戦ありがとうございました。